こんにちは、脱力系マクラビチャンネルのやっちゃんです。先日地元スイーツのサイダー缶というのを紹介したんですけれども、その時に視聴者のティナさんから静岡名産のお茶を使ったスイーツを紹介してもらえませんかとリクエストをいただきました。リクエストめちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。そこで今回は静岡産の抹茶を使った抹茶のガトーショコラというのを紹介します。以前紹介したお豆腐とアボガトのガトーショコラの抹茶バージョンなんですが、ビーガンって思えないぐらい濃厚で、でも胃に全くもたれないっていう夢のようなケーキなんです。混ぜて焼くだけでめちゃめちゃ簡単なので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは体によく、アレルギーの方も安心して食べていただけるようなビーガン対応のお料理やお菓子を紹介しています。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは行ってみよう。 It's gonna be alright. How can you tell? Yeah, yeah. I feel it in my heart. Yeah, yeah. はい、まずアボガドは種と皮を取ってボウルに入れ、ここにお豆腐も加えてブレンダーなどで滑らかにしていきます。お豆腐は滑らかな食感が出るので絹豆腐がおすすめです。滑らかになりましたら植物油、今回は菜種サラダ油を使っています。あんまり香りのに癖がない油がね、いいかなと思います。メープルシロップ、メープルシロップはアガベシロップでもいいし、てんさい糖でもいいです。豆乳、これを入れてまたブレンダーにかけて滑らかにします。こんな感じで油が乳化してくるまでしっかりと混ぜます。別のボウルに米粉と片栗粉、アーモンドプードルとお塩、ベーキングパウダーを入れました。ここに抹茶ですね、抹茶も加えてよく混ぜます。ベーキングパウダーが水分と合わさるとすぐに反応が始まってしまうので、混ぜる時間をね、少なくしてすぐにオーブンに入れられるように、ここでしっかり混ぜておくといいと思います。よく混ざったら先ほどのウェットの生地に粉を入れて、ここでよく混ぜます。米粉はグルテンがね、出ないのでよく混ぜて構わないんですけど、ベーキングパウダーがね、反応を始めてしまうので素早く混ぜていきましょう。はい、滑らかにこうツヤが出てきましたら、敷紙を敷いた型の中に流していきましょう。表面を平らにならして170度のオーブンで焼いていきます。いい感じの焼き色がつきました。粗熱が取れたら一晩冷蔵庫で冷やします。はい、冷蔵庫で一晩冷やしました。では型から出して切っていきましょう。しっとりとした感じです。完成ですね。では早速試食してみたいと思います。表面はね、片栗粉でお化粧してあります。
食感がね、ガトーショコラでね、口にこうバーッと抹茶の香りが広がる感じで、お豆腐とアボガドが結構入ってるんだけど、お豆腐の香りはちょっとするかな。でもアボカドはなんかどこにもいない感じですね。でもこのこうクリーミーな感じがなんかこう生クリームとかチョコレートとかが入ってるような、そういう感じにこう変身してて、すごく濃厚な感じに仕上がっています。これだけ濃厚な感じなのに、あのバターもチョコレートも生クリームも入ってないので、食後がすごく胃にもたれなくてね、軽い感じなんです。混ぜて焼くだけでめちゃめちゃ簡単に作れちゃいます。よかったらぜひ作ってみてくださいね。じゃあねー。